はい、あつしです。まあ今日深夜なんですけど、イートレンドさんにて、ZTE の、ブレード V7 ライトをポチりました。で、まあ価格が、まあ、あの OCN の、音声パッケージ、まあ、込みなんですけど、税込みで9980円ということで、まあ買いました。まあ当初コビアのグーマル7プラスとフリーズ9と一応2台体制でいこうかなと思ってたんですけど、なんか最近ZTE の携帯をなんか YouTube の中でなんかの取り上げてることが多かったので、まあ今回たまたま価格もだいたい1万円以内ということだったので、ZTE のブレードの V7 ライトを買いました。で、まあ一番この機種の一番やっぱり一番の魅力は、まあ一応こういう感じなんですけど、まあ一番の魅力はやっぱりこの1万円以内で、Android、6.0 っていうことがやっぱり、まあ僕自身が一番、まあお買い得ではないかなと判断して、まあ今回、買った次第です。で、まあただこの、ブレード V7 ライトなんですけど、一つ、まあメモリー自体は、まあ内蔵メモリー自体は、まあ RAM 2ギガで、ROM が16ギガで、まあそこそこだと思うんですけど、ただ単ちょっとこのプロセッサーがなんか MTK の 6735P、クワッドコア 1.0GHz がなんか、まあ僕が調べた限りなんかあまり評判がよくなくて、まあ買うかちょっと悩んだんですけど、今回思い切って買うことにしました。で、まあ他にもまあ V508 とかE-01 とかあったんですけど、まあスペックジュースで言えばやっぱり V580 を買うべきだとは思います。で、まあ E01、 あとまあ E01 なんですけど、やっぱりまあ680円携帯とはいえ、まあデータシム代とかね、シム代料金とかいろいろ、まあ半年契約とかいろいろ含むとなんか5,500円ぐらい、約5,500円ぐらいかかるということで、まあそれだったらまあこのブレード V7 ライトを買った方が得なのかなと思って、今回買うことになりました。まあまた届いたら開封動画とか、使用感レビューなどを上げたいと思います。以上です。ありがとうございました。